はい、こんにちは。サバを、さばきます。前回手に入れた100円の包丁を磨きました。結構消えると思います。100円の包丁でも、魚がさばけるかやってみます。全然切れます。 こんな感じです。こんな感じです。次回これを、お寿司にします。以上です。